席空いてるよ。ここにしよっか。楽しみだね、先輩。猫吉でお茶してから帰ろうよ。そうそう、昨日キヨ君と試したメニューがあるの。先輩も食べてみる？オッケー！じゃあ決まりね。私、注文してくるから。はい、先輩。昨日、7月10日から加わったメニュー。
けちゃう前に。おっす、せや。ああ、さっき戻ってきたところだけどな。それよりほれ、お土産。俺の代わりに幸の相手してくれたお礼だ。
お土産の定番といえば、まあ開けてみなって。その通り。お土産といえば昔から木刀と相場が決まってるからな。それにあんまりかっこいいから自分の分も買っちゃったぜ。あ、しかも聖夜のとお揃いのだぞ。ところで映画はどうだった？面白かったか？サチも喜んでた？そうか、よかった。実は俺、ああいう SF の映画って割と苦手でさ。正直言うとあんまり気が乗らなかったし、聖夜に代わってもらって正解だったかもな。なんたって俺は妖怪物一筋だからな。せいやくん、ちょっと頼みがあるんだけど、いいかな？実はな、今日財布を家に忘れてきちまって、昼飯食う金もおやつのパンを買う金も持ち合わせがなくてさ。もちろん二次元目の後腹ごしらえで食うパンのこと。ああ、購買部のおばさんと裏取引だな。だからな、この通り。さすが聖夜くんと言いたいところだが、ここは俺を信じて2000円貸してくれ。神様、仏様、王子様。なんで？また一緒に映画行きたいね。今度はも
から見せて。いいじゃない、ストラップ見せるぐらい。こんばんは、先輩。先輩の顔見たくて来ちゃった。もしかして先輩、怒ってる？ごめん。だって、部屋で先輩のこと考えてたら、急に会いたくなっちゃったんだもん。そんなに待てないよ。だって、
や、私今日は帰らない。いいよ。先輩と一緒になれるんだったら、私別に退学になってもいい。私は本気だよ。それは王子様としての命令。次のデートの約束してくれるまで帰らないもん。今度はいつ映画に行く？今決めて。今。ゲーセンでもいいよ。二人っきりでゲーセン行こうよ。
にいるからって近所の男子にからかわれた時も私のこと守ってくれたっけ。今日みたいに暑い日にさ、一緒にアイス買って食べてたら私のが落っこちちゃって、ほら食べるの遅くて溶けちゃってさ、その時先輩が自分の分を私にくれて、あの時は嬉しかったな。先輩のこと王子様みたいに見えた。そうだよ、そういう意味ではずっと先輩は私の王子様だったんだよ。いつでも優しくて、いつでも強くて、守ってくれて、先輩のこと本当に本当に大好きだった。その気持ちは今も変わらないんだよ。ねえ先輩、先輩の子供の頃の夢って何だった？そうだよね、王子様とかじゃないよね、普通。
るとこあるよね。はーい、わかりました。